オットー・エックマンはドイツのイラストレーター、工芸デザイナーである。ドイツにおけるアール・ヌーボーを代表する芸術家の一人である。タイポグラフィーの分野では日本の江戸文字のようなタイプフェイスのエックマンタイプフェイスを制作したことでも知られる。ハンブルクで生まれた。ハンブルクやニュルンベルクの工芸学校で学んだ後、ミュンヘイン美術院で学び、ラファエロ全派のスタイルの絵画を描いた。 1894年、描いた絵画製品を競売にかけ、商業デザインに集中することにした。1895年から雑誌、パン。1896年から雑誌、ユーゲントのグラフィックデザインの仕事をし、コッタやディダリックス、シャール、ゼーマンといった出版社の書籍の表紙のデザインや、印刷会社エスフィッシャー・バーラグの活字デザインもした。 エクマンタイプフェイスと呼ばれる書体は、現在も使われている、アール・ヌーボーのスタイルの書体である。エクマンタイプフェイスの例イギリスのアーツクラフツ運動に影響を受けて、家具やタペストリーのデザインもした。1902年に、ケルンのチョコレート会社のオーナーで、多くの複製美術品を宣伝に使ったルートビヒ・シュトルベルクの依頼で、潜在カードのデザインを行った。 1897年にベルリンの王立工芸美術館で装飾美術を教えた。1900年から数年間、ドイツの電気メーカーアイグの社名ロボとしてエックマンのデザインが採用された。結核に罹患し、何年かの療養の後、南ドイツ、バーデンビュルテンベルク州の西洋地バーデンバイラーで死去した。37歳だった。ありがとうございます。